ん、なんかめまいが。ピンポン。一着。なんやうちが一着やったら。なんか負け惜しみ言ってる。受けるんですけど。やめろ。こんにちは。こんにちは。なんか声が。なんや。なんかおる。今日も傷のあかりです。よろしくお願いします。あかりちゃん、どうしたんや、子供みたいになってしもうて。精神年齢はお前らより高いがな。なんか無駄に毒舌。あー、すまんすまん。こら、ね、え、あかりちゃんが、3人。くん、多いな、声や、何が見えてんだよ。いやいや、あかりちゃんその子、まさか。私の子、つまんねえ、冗談言ってるとしばき倒すぞ。いや、子っていうか、これは。ツッコミストレスの結晶？そうなんや、このボイスロイド劇場の何百話にも及ぶ君たちへのツッコミによって溜まったストレスが具現化されたものらしいで、圧が強いやつが。というわけでこの子と遊んでやってくれん。満足すれば消滅するから。おっしゃ、任せろや。ほら、ミニあかり、一緒に遊ぶで。ミニあかり、さんだろ？なんでお前、こら、うるせえ、続くなぁ。ちなみにこの子はストレスの結晶なのでクッソ腹黒です。やだ、あかりちゃん、そっ。うん、ゆかりちゃんあかんで、こんな天使捕まえて腹黒なんて。ね、おほほほほ、天使ちゃんマジ天使。これ、あかねも何してるんですか？だってあいつが子供相手に同レベルの争いしてどうするんですか？なんやと？ほら、ミニあかりちゃんのお仲良く遊ぼうね。うるせえ、ビート板でね、作業のバッタ呼ぶぞ。おらー、誰が子供と同レベルや、ゆかりこらー。どうはぜ子供が、地獄の三つどもへ、やめろ。高い高い。お前すげえな。お馬さんごっこするわ、四つん這いになって。え、それはちょっと。お任せあれ。あらやだ、敵人、子供に悪影響がをやめろ。無知。使う。ちゃんと乗馬用のやつ。ほら、走れ。いいんかこれ。ちなみにあれ、何つん這いなんですかね。え、うん。1たす1は、ただな。シンプルにアホ。ただのバカ。天才、ファイ、ファイ。ありがとうございました。これで心置きなく消え失せられます。後味はいる。さようなら。不思議ですね。あんなに憎たらしかったのに、いなくなると寂しいもんですね。せやな。まあ、また出てきたら相手してやってもええかな。じゃあお願いします。私は相手するとは言ってないので。待って待って、ねえ、一緒に面倒見て。一人はいや。